あなたの中の眠っている力が目覚める話というのが今回の話です。あなたの人生がバージョンアップして、あなたの潜在能力が目覚める。そんな話をしたいと思います。随分大げさなタイトルだと思われるかもしれませんが、どうでしょう。案外大げさでもないかもしれないんですよ。早速始めますね。あなたの中に眠っている能力、あなたの中に潜在している可能性、それを開花させるとも根本的かつ確実な方法はですね、 ある観点を定めて生きることなんです。その観点を定めると、あなたの中の眠っている力が目覚め始めます。なんですけど、現代人の多くはその観点を忘れてしまってます。さて、その観点とは何か どうすればその観点を定めることができるのかというのが今日のお話になります。ここでまずご自分を振り返ってみていただきたいんですね。自分は自分が本来持っている力を十分に発揮できているだろうか。いや、まだまだ十分には発揮できていない気がするという方、ことは自分は今を生きることができているだろうか。過去を引きずっていたり、将来への不安にとらわれていたりしないだろうか。あるいは自分は大きな問題が起きた時に過剰に動揺したりしないだろうか。過剰に凹んだりしないだろうか。 そういう方には今日のお話、とてもお役に立つんじゃないかと思っております。この話に入っていくにあたってですね、まず田坂博さんのことをお話したいと思います。田坂博さんご存知ですかね。 僕からすると、田坂さんってスーパーマンみたいな人なんですよね。シンクタンク、ソフィアバンクの代表されていたり、社会起業家フォーラムを設立されて、社会起業家を応援されていたり、多摩大学では教授として教弁を取っておられたりですね。あとは、グロービス経営大学院でも教授をされていたと思います。あとは、世界経済フォーラムですね。ダボス会議のメンバーをされていたり、また、講演もね、精力的にされていますし、著書も出し続けておられると。まあ本当田坂さんを見てるとですね、 一人の人間の中にこんなにも能力があるものなんだろうかと思うぐらい僕からするとスーパーマンみたいに見える人なんですけれどもまあご縁があってお知り合いになってですねもう10年以上前ですけどね10何年か前に一緒にお食事したことがありますその時僕と僕の友達3人ですので合わせるとこちらは4人ですね と、田坂さんで会食をしたんですね。その時僕の友人の一人が田坂さんにこんな質問をしました。田坂さんはご自分の能力をどうやって開発されたんですかと。すると田坂さんはその秘密を教えてくれたんですね。自分の潜在能力を目覚めさせて開発する最高の方法があるんだよと。自分はそれをやってきたんだって。 いうことで教えてくれました。僕もそれを教えていただいて実行したおかげで随分自分の眠っていた能力を開発してこれたんじゃないかなとは思っています。まだまだ未熟ですけどね、僕はね。 さてじゃあその田坂さんがやられた最高の究極の潜在能力開発法とは何かそれが僕は今日最初に言いました。ある観点を定めて生きるってことなんですね。それを田坂さんはやってこられた。そのある観点とは何かそれは死生観です。死生観を定めて生きるっていうことを田坂さんはやってこられたんですね。死生観を定めて生きる。すると本当に眠っていた能力が目覚めます。 そして死生観が定まるとピンチの時大きな問題が起きた時腹が据わりますそして死生観が定まるとですね 周りの人に対して優しくなるんですね。じゃあ、死生観とは何かっていう話しますね。死生観とは、自分の命が有限であるってことを意識することで確立される人生観のことを死生観と言います。別の言い方で言うと、死生観とは死を深く見つめることによって定まる覚悟のことです。死というものを深く見つめることによって定まる覚悟。これが死生観です。どうすれば死生観を定めることができるか。 っていう話を今からしていきたいと思います。まずは死生化に関連してこんな話をしたいと思います。戦後ですね、日本はもう世界が目を見張るような経済復興を遂げましたよね。その過程においてすごい経営者たちが日本にはたくさん現れました。そしてその経営者たちが様々な困難を乗り越えて会社を大きくしていった。その結果、日本は経済大国になっていったんですね。これすごいですよね。もう戦争で焼け野原になって敗戦した時の日本っていうのは 国際競争力なんて全くなかったわけですけれども、多くの優れた経営者が現れて、日本の産業を起こしてですね、日本は経済復興を遂げ、経済大国になったわけです。その立役者になった優れた経営者たちですね、 体制ししたたた経営者たちのの多くが生観といいうものを持っていました当時の優れた経営者たちの自伝だとかですね、記録だとかを読むと皆さん納得されると思います。皆、えー、死生観を持っていました。当時、こんな言葉がありました。聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれません。経営者として体制するものは、次の3つのいずれかを経験している。1つ。 大病、一つ、戦争、一つ、投獄ですね。死を覚悟するような大病を患う、そんな経験をしているか。戦地に赴くという戦争の経験をしているか。あるいは、投獄ですね。監獄に入れられる、牢屋に入れられる。そういう経験をしているか。そのいずれかを経験している者が経営者として体制するんだっていう言葉が当時ありました。この三つに共通していることは何かわかりますかね。大病、戦争、投獄。いずれも死を リアルに意識せざるを得ない体験なんですね。死を覚悟せざるを得ない体験。大病も戦争も東国も自分の死というものをリアルに覚悟せざるを得ないですよね。その時、死生観というのが定まるんですね。すると眠っていた能力が目覚め、それが発揮される方向に動いていくということですね。ですけど大丈夫ですよ。大病も戦争も東国も経験しなくても大丈夫です。それらを経験しなくても死生観は 定めることができますただ、その大病や戦争や投獄を経験すると、有無を言わせず、死生観が定まらざるを得ないってことですよね。こちらが死生観を定めようなんて思わなくても、覚悟が定まって死生観が確立されちゃうってことなんですよね。その素晴らしい経営者たちの話をちょっとしてみたいと思いますが、例えば松下幸之助さん、経営の神様と言われました。この幸之助さんはですね、 8人兄弟の末っ子で、子供の頃、兄弟を5人と、さらに父親を亡くしています。結核とか、インフルエンザとかですね。つまり子供の頃、身近な家族の死を6回も経験してるんですね。さらに本人は、敗戦語るという病ですね。これは結核の一種なんですけれども、えー、患っています。コ之助さんね。まあ、当時、結核といえば、富士の病ですからね。それをご本人も患っています。もう死生観、定まらざるを得ないですよね。結核と言い,いますと稲、稲森。 和ズさんですね。昨年亡くなられましたよね。京セラや KDDI の創業者ですよね。稲森さんは13歳の時に結核を患っています。そして、さらに戦時中はですね、空襲で実家が消失しています。そういう経験もされていますね。まあ、稲森さんも13歳という若い時に結核を患って、その年齢にして死というものを覚悟されるという経験をされているわけです。他に若い頃結核になった名経営者といいますと、 アシックス創業者の鬼塚喜八郎さんですね。この方も若い頃結核になっています。あとは、ヤマト運輸の小倉正夫さんですね。小倉正夫さんは、あの、ヤマト運輸の創業者の息子さんですね。創業者からヤマト運輸を引き継いで経営した人で、宅急便の生みの親と言われている人ですね。小倉正夫さんがいなかったらですね、魔女の宅急便という映画も生まれなかったはずなんですね。その宅急便の生みの親の小倉さん。 やアシックスののささんもも若いいい頃結核にになってて死というものに直面されていますあとはそういう病気以外のところで言いますと、あのワコールを創業された塚本孝一さんですね。塚本さんは戦争の時、ビルマ戦線に従軍してですね、インパール作戦に参加して生還してるんですね。このインパール作戦というのはですね、 参加した日本兵のほとんどが死亡してしまった。史上最悪の作戦と言われた作戦。それがインパール作戦なんですけど、まあそれはもう戦友たちのほとんどが戦死したというね。 その作戦の中にいて生還されていますので、本当に死と隣り合わせの経験をして帰ってこられてるんですね。そういった戦争によって死というものを直面された方もいらっしゃる。その例が塚本さんということですね。ワコールの創業者。あとはさらに別の例で言いますと、早川徳治さんですね。シャープの創業者です。シャープといえば、 シャープペンシルの生みの親ですね。シャーペンのね。さらに後に総合家電メーカーになって、液晶テレビとかでも有名ですよね。そのシャープの創業者、早川徳治さんはですね、関東大震災の時に奥さんと二人の子供さんを亡くされています。そして、その時工場も焼け落ちています。ですので、早川さんの場合は関東大震災によってですね、 最も大切な人、奥さんと二人のお子さんを亡くされ、工場も失われたということで、やはりその時も死生観というものにものすごい影響を受けられたと思いますね。さらに若い僕たちにとって身近な経営者も二人だけ紹介しますと、孫正義さんですね。ソフトバンクの孫さんは創業2年目の時に、 慢性肝炎で余命5年という宣告を受けておられます余命5年ですよね。これは死というものをリアルに意識せざるを得ないですよね。その後3年半の間、入退院を繰り返されています。もう一人挙げておきます。三木谷博さんですね。楽天を創業された三木谷さんの場合はですね、阪神淡路大震災の時に敬愛していた おじさんおばさんが亡くなっておられます。三木谷さんはそのことを受けてですね、自分が心から敬愛していたおじさんおばさんが震災で亡くなった、そのことで起業決意をされていますね。まさにこの楽天を起業するにあたって、身内の方の死というものが大きな転機になっているということですね。以上、ここまで挙げた方たちは、大病だとか、戦争だとか、東国のケースは挙げておりませんけれども、何らかのそういう死に直面せざるを得ないような、 経験をされたことで姿勢感が定まったというお話ですけれども、さっき言いましたように、あのそれらを経験しなくても姿勢感は定めることができますからね。それは後ほど話します。ここで先ほどの田坂宏さんの話をしたいと思いますけれども、田坂さんも32歳の時ですね、医者から癌を宣告されています。もう長くありませんと余命宣告をされてるんですね。もうそれはショックを受けたそうです。 当然ですよね。32歳の若さでもう人生長くないと専門家である医者から宣告されてるわけですから、もうそれはショックですよね。地獄の日々だったそうです。死への恐怖と絶望感で何もできなくなったとおっしゃられてました。救いを求めて田坂さんはある禅寺に行ったそうです。そこの和尚さんですね。そこの禅師は素晴らしい禅児だということで訪ねて行ってですね、自分の状況を訴えたそうです。するとそこの和尚。 前治はですね、こういったそうなんですね。そうか。もう命は長くないのか。だが一つだけ言っておく。人間、死ぬまで命はあるんだ。こんな風に一括されたそうなんですね。なんか、優しく慰めてもらえるのかとか、そういったことを期待していったら、一括されたと。いいか。死ぬまで人間、命はあるんだぞ。この言葉で田坂さんは目が覚めたそうです。そうか。今自分は生きてるじゃないか。死が迫っているのかもしれないけれども。 でも、今自分は確かに生きてるじゃないか。こんな風に目が覚めたそうなんですね。なのに、自分はいつ死ぬんだろうって、未来に訪れる死を心配する。そんなことに時間を費やしていた。また、どうしてこんなことになったんだろうって、過去を食いることに時間を費やしていた。ああ、自分は生きながら死んでいたんだな。 っていうことに気づかれたそうです。そしてその時、田坂さんは覚悟を定めたそうです。明日死のうが、明後日死のうが、それが天の定めならば仕方がない。それは自分がコントロールできることじゃない。だけど、今をどう生きるかは自分で決めることができる。今日という一日が与えられているのなら、今日という一日を生き切ろう。悔いのない今日を生きよう。と、そう覚悟を決めたそうです。これが田坂さんの死生観が定まった瞬間です。今日という一日を生き切ろう。悔いのない今日を生きよう。 っていうね。それ以来田坂さんは毎日、今日が最後の一日かもしれないっていう思いで一日をスタートしているそうです。そして気がついたら30年以上の歳月が経っていた。こんな風うに田坂さんはおっしゃっていました。ということで、田坂さんが教えてくださった最強の 潜在能力開発法はですね、死生観を定めて生きるということです。田坂さんの場合は、今日が最後の一日かもしれないっていう一日を生きるということなんですね。これを聞いた時は衝撃でしたですね。僕も友人たちも会食してたんですけど、完全に箸が止まってしばらく言葉が出なかったですね。僕も死生観という言葉は知ってました。 資生に関する本も何冊かは読んでました自分でも死生観を意識しているつもりでいました。だけど甘かったですね。僕は全くその死生観というものを本当の意味で定めてたわけじゃなかったんですね。知識として。 死生観というものが大事らしいってことは本何冊か読んで学んでたんですけれども全く僕は覚悟ができていなかったんだなということに気づきました。佐坂さんもやっぱり大病というものを通して死生観が定まったという話なんですけれどもだけどさっきも言いました大病も戦争も投獄も経験しなくて 大丈夫です。それらを経験しなくても、死生観を定めることができます。田坂さんもご著書とかで、そういうことを書いておられます。田坂さんはこういうことをおっしゃってますね。三つの真実を深く自覚することができたら、死生観が定まると。別に大病を患ったりしなくてもですね、三つの真実を深く自覚することができれば、死生観は定まる。そうおっしゃってます。その三つの真実とは何か一つ。人は、 必ず死ぬという真実です。つまり人生はいつか終わるという真実ですね。これをまず自覚する。じゃあ二つ目は何か。人生は一度しかないという真実です。そして三つ目は何か。人はいつ死ぬかわからないという真実です。この三つは全ての人に共通する真実なんですね。 必ず死ぬということ。この人生は一度しかないということ。そして、いつ死ぬかはわからないということ。この三つの真実は誰にも平等に与えられているんです。そして、この三点においてはですね、余命宣告された時の田坂さんも、僕たちも何ら変わらないんですね。 一緒なんですね。余命宣告された人だけが気づけることじゃないんですね。余命宣告されていなくてもしっかりと目を見開くならば、この3つの真実には気づくことができる。で、この真実をどれだけリアルに自覚できるかで、死生観というものは定まります。もう一度言いますね。一つ。人は必ず死ぬということです。はい。これに関してはね、いえ。 命は死なないと思いますっていう方もいらっしゃるかもしれません。人間の肉体はやがて滅びますけれども、命は死なないっていう、そういう考え方もありますよね。僕もそういうふうに思ってます。肉体は滅びることがあっても、命、意識は死なずに存続すると僕も思ってますし、田坂さんもそう思っていらっしゃるみたいですね。死は存在しないという本まで書いてらっしゃいますからね。ただ、ここで言う人は必ず死ぬっていうのはですね、命、そのものが終わっちゃうって意味じゃなくてですね、例えば僕で言えば、 え僕がこの体を持って生きている、この野口義則としての人生はいずれ終わりが来るということです。僕の命が仮に死なないとしてもですね、肉体が滅んだ後も意識が生き続けるとしても、この野口義則としての人生はいずれ終わりが来る。そういう意味では人は必ず死ぬっていうことですよね。二つ目の真実。人生は一度しかない。いえいえ野口さん。人は生まれ変わると僕は思うんですっていう方もいらっしゃるかもしれません。僕も人は生まれ変わると思っています。 ただ、これもさっき言ったことと一緒ですね。野口義則として生きる人生はやっぱり一度しかないんですね。来世もまた野口義則として生きたいなんてことはできないんですね。そういう意味では、やっぱりこの人生は一度しかないんですよね。そして、三つ目、これはもう誰も否定できないと思います。人はいつ死ぬかわからないんですね。この三つの真実を自覚したときですね、僕たちの死生観は定まります。人は 必ず死ぬ。つまり人生には終わりがある。そしてその人生は一度しかない。そしていつ終わりが来るのか。いつ死ぬのかは分からないということですね。この三つを自覚するだけで死生観は定まります。さらに死生観を定める、助けになる言葉を紹介しますね。インド独立の父と言われているガンジーの言葉ですね。明日死ぬと思って生きなさいっていう言葉がありますね。これガンジーの言葉ですね。まさに死生観を持って生きなさいって言ってるんですよね。 この言葉にはもう一つ前の文があってですね。ガンジーはまずこう言ってます。永遠に生きると思って学びなさい。 そして、明日、死ぬと思って、生きなさいって言ってるんですね。まず、何かを学ぶにあたっては、遅すぎることはないですよ、と。もう自分はこんな年だから、さ,さらそれを学ぶなんて、遅い気がする、なんていうことを言う人がいらっしゃいますけれども、永遠に生きると思ったらどうですか自分の人生が永遠にあると思ったらですね、何かを学ぶのに遅いなんてことはありえないですよね。まあ、永遠とまでいかないですけど、今、人生100年時代と言われてますからね、人生これから長いわけですから、何でも学びたいことは、 貪欲に学びなさいっていうことですね。そしてその続きとして言った言葉が明日死ぬと思って生きなさいっていうこと。これはまさに死生観が現れた言葉ですよね。あとはハイデガーですね。哲学者のハイデガーがこう言ってます。死を意識することで生が輝く。その通りなんですよね。なぜ死生観が大事なのか。なぜ死を意識することが大事なのか。それは生が輝くから。命が輝くからなんですね。 今生きてるこの人生が輝くからなんです。ラテン語にメメントモリという言葉がありますね。メメントモリ。これは死を思えとかですね。死を忘れるなという意味のラテン語ですね。これもまさに死生観を持って生きろという意味の言葉だと思います。死生観というものを定めると、まず感性が研ぎ澄まされます。例えば今日が最後の一日かもしれないって思ったらどうですかいつも見てる景色もより 輝いて見えませんかああ、この景色を見るのもこれが最後かもしれないと思っていつも見てる景色を見てみてください。いつもとは違って見えるかもしれないですよね。人と会っていてもね、いつも会っている人と会っていても、この人と会うのはこれが最後かもしれないって思ってその人と過ごしてみてください。えー、かけがえのない時間になるんじゃないですかね。つまり、死生観というものを定めると、今この瞬間を深く味わう心境になるんですね。これつまり、感性が研ぎ澄まされるということです。これは 古くから日本で言われてきたあの言葉ですよね。まさに、一期一会という言葉ですね。一期一会これは、あなたと出会っている今この瞬間は二度と巡ってこない。一生に一度だけの大切な瞬間だっていう意味の言葉ですね。あなたと出会っている今この瞬間は二度と巡ってこない。一生に一度だけの大切な瞬間だ。これはもちろん、いつも会っている人。例えば家族であってもそうですよね。 今過ごしているこの瞬間は二度と巡ってこないんですね。ですから、いつも会っている相手であったとしても、今この一緒に過ごしている時間は一生に一度だけの大切な瞬間なんですね。それが一度一会という言葉の意味です。僕が今このライブを通してあなたと出会っているのも一度一会なんですよね。 そういう気持ちで話しております。さて、以前僕が妻と主催していたセミナーがあるんですね。何年か前にやっていたセミナーで、まあ、それで死生観を育む定番のワークとしてですね、こういう問いがあるんですね。もしもあなたの命があと3日しかなかったらあなたは何をしますか、まあ、その答えを考えてもらうというワークです。死生観というものをテーマにしたワークショップとかセミナーとかではよく使われるワークなので、 経験したことがある方もいらっしゃるかもしれませんが、まあ僕と妻が主催していたセミナーでもですね、この問いかけを受講生の皆さんにある時出していました。で、受講生の皆さんじっくり時間をかけて考えて答えを出されるんですね。もしも自分の余命があと3日しかなかったら何をしたいんだろう。で、自分はこんなことしたいっていうのを発表してもらうんですけれども、やっぱり大切な人に日頃伝えていないメッセージを伝えたいっていう人が圧倒的に多かったですね。本当はこんなこと思ってるんだけど、日頃伝えることができていない。 そんなメッセージをもう人生があと3日しかないんだったら何としても伝えたいっていう人が多かったです。ある人は両親に伝えたい。産んでくれて育ててくれてありがとう。たくさん反抗したしひどいことも言ったけどお父さんお母さんの子に生まれてよかったって思ってますとかでもうある人は自分のパートナーに感謝の気持ちを伝えたい。ある人は喧嘩して 連絡が途絶えてしまった友達に一言謝りたい。そういったことをたくさんの方がおっしゃったんですよね。人は人生が残り3日しかないって意識したらみんな優しくなるみたいですね。感性が研ぎ澄まされてくるんですよね。そして素晴らしいことをやろうとされます。その3日間の間にね。だけどですよ。 多くの人は人生が3日しかなかったらやることを一生かけてもやらないんですね。人生が3日しかないって分かってたら一番やりたいことをですね。多くの人は一生かけてもやらない。なぜか人生が有限であることを忘れているからですね。つまり死生観というものを忘れてしまっているからなんですよね。僕がとても影響を受けた本の一つに夜と霧という本があります。 ヴィクトール・フランクル博士が書いた本ですね。フランクル博士はユダヤ人の精神科医だった人ですけれども、戦争中、ナチスによって連行され、強制収容所に収容された、そういう経験をされた精神科医ですね。心理学者でもあります。ナチスの強制収容所、過酷な環境ですよね。捕らえられたユダヤ人の人たちはいつ合宿室,室へ送られて、 命を奪われてしまうかわからないいつそうなるかわからない状況でもう毎日重労働させられるわけですねフランクル博士はこんなことを書いていらっしゃいますね夜と霧の中にある日の夕方私たちは疲労のあまり床にへたり込んでいたその時仲間の一人が外からやってきておいみんな外に出てこいと咳立てた私たちが疲れた体に鞭打って外に出てみたらそこには夕日で赤く燃え上がる西の空があった私たちはみな数分間言葉を失いその美しい景色に 心を奪われたそして一人が口を開いた世界はどうしてこんなに美しいんだそういう表現そういう描写があるんですよねなんという研ぎ澄まされた感性かって思いませんか彼らが見てるのは夕日なんですよ僕たちが日常的に見ることができるものですね夕日ってのはだけど彼らは常に死を意識していつガス室に送られるかわからないって中で死生観を持たざるを得ない状況にいたわけですけどそんな中で 夕日にここまで感動してね、数分間誰も一言も喋らずに見とれていたっていう研ぎ澄まされた感性ですよね。そんな風に姿勢感を定めると研ぎ澄まされます、感性が。そして目の前の人、目の前の出会いがかけがえのないもののように感じられるようになります。その結果、今を生きることができるようになるんですね。時間の密度が濃くなります。 これはつまり自分にとって本当に大切なことに意識が向くということです。そして自分の眠っている能力が目覚めていくわけですね。まあ、これ、死生観を定めると誰もが軽減すること、感性が研ぎ澄まされます。そして意識が自分にとって本当に大切なことに向かいます。その結果、今を生きることができるようになる。そしてその結果、 眠っている能力が目覚めてくるということです。さらに、死生観を定めると腹が座ります。大きな問題が起きた時も過剰にパニックになったりしなくなります。戦後、日本が貧しくて国際的な競争力がなかった時代ですね。そんな時代に数々の困難を乗り越えて会社を大きくしていった経営者たち。彼らの多くは戦争や大病で生死をさまよう体験を持っていました。死生観を定めていたわけですね。 だから腹が据わってたんですよ。もう会社の存続に関わるような問題が起きても、えー、そして社員たちが慌てふためいていてもですね、慌てるな。命まで取られるわけじゃない。みたいな言葉で乗り切ってるんですね。この命まで取られるわけじゃないっていう言葉は、死生観が定まってるからこそ出てくる言葉ですよね。でもここまでの覚悟ができてたら怖いもんなしですよね。だって何が起きたってそれは命まで取られるわけじゃないっていう、これを心から言える人っていうのは、 死生観が定まっている人ですし、それは腹が据わっている。つまり大きな問題が起きても老狽しない人だっていうことです。ということで、死生観というものを定めることの大切さに関して話してきたんですけれども、現代人は死生観を持たなくなったと言われます。そもそも死生観という言葉はあまり使わないですよね。なぜ現代人は死生観を持たなくなったか。それは死というものを リアルに意識することが少なくなったからだと言われていますつまり死を意識しなくなったんですね身近な人の死にリアルに触れる機会が少なくなってるんですそうですよね現代人は例えばね日本でも20世紀の前半くらいまではほとんどの人が自宅で死を迎えていましたしかもかつては大家族でした家族の人数も多かったですねまた近所の人たちとの付き合いとか地域のコミュニティというものも非常に繋がりが深かったわけです誰かが亡くなる時はですね家族全員が 自宅で見取りました近所に住んでいる親族や仲のいい人が来ることもありましたまあ、少なくとも家族全員が自宅で見取るってことが普通でしただから別れの言葉を交わしたりするってことも普通だったんですねもうおばあちゃんが息を引き取りそうな時ね、うん、おばあちゃん聞こえるおばあちゃんが作る味噌汁大好きだったよおばあちゃんが編んでくれた手袋 あったかかったよ。まあ、こんな言葉をかけながらですね、別れるっていうね、そういうことが普通にあったんですよね。で、それも子供の頃からそういったことに接する機会みたいなのがあったわけですね。子供たちからしてみるとですね、死というものを境におばあちゃんは一言も話さなくなった。おはようって言っても答えてくれなくなった。これは本当に死というものをリアルに体験することになりますよね。当時の人は子供の頃からそんな経験を何度かすることによって、 死というものを身近に意識しました。そして死というものの重みを心に刻んだんですね。死というものの重みっていうことはつまり生きるということの重みでもあります。そうやって身近な人の死を通して生きるということの重みを心に刻んだんですね。自分が今こうやって生きてるということの重み、深み、素晴らしさというものも心に刻んだわけです。ですけど現代は核家族化が進みまして田舎から都会に出てきてる人も多いので、実際自分の祖父や祖母が田舎で亡くなった時に立ち 会えなかったとといいいう人も多いと思いますまた今は立ち会ったとしてもですね自宅ではなく病院でそして亡くなる人の鼻や口にはチューブが差し込まれていて意識がないのに延命措置を取られそして亡くなる瞬間遺族が見ているのは亡くなる本人じゃなくてですね心電図モニターだったりするんですよねつまり死にゆく人との心の触れ合いの機会っていうものがなくなってしまってるんですねまあ現在の子供たちに至るとそもそもそういう死にすらも立ち会う機会が少ない 病院における身近な人の死すらも立ち会う機会が少ないっていうことですね。なんで、現代の子供たちが死というものに接するのはゲームの中で敵を倒していった時に敵は死んでいきますよね。あるいは映画やアニメの中でヒーローが剣で悪い奴らを切っていく。その時悪い奴らがどんどん死んでいったりします。で、これは痛くも痒くもない偽物の死なんですね。なので、現代子たちは命の重みが わからなくなくったと言われてます。つまり、死生観を持てなくなったということですね。ちょっと現代の時代的な背景もお話したんですけれども、大事なことは、まず、あなた自身が死生観を定めることです。どうすれば死生観が定まるか。三つの真実を自覚することって言いました。さらにもう一つ、ワークをお教えします。先ほどちらっとご紹介したワークですけど、これをやっていただくと、死生観がさらに定まると思います。それは、この問いの答えを出すことです。 もしもあなたの余命があと3日間だったらあなたはこの3日間どう過ごしますか何をしますかこの問いのあなたの答えを出してみてください。今すぐ出さなくていいですよ。このライブが終わった後でも時間があれば考えてみられる価値はあると思いますよ。 三日間と言いますと、七十二時間です。あなたはその七十二時間、何をしたいですかっていうことです。まずこれリアルに想像してみてください。神様が目の前に現れて、あなたの命はあと三日だよって教えてくれたとします。その時どんな気持ちになりますかまずこれをリアルに味わってみてください。想像力を働かせて。自分の余命があと三日って言われたらどんな気持ちになるだろうか。これ末期癌とかで余命を言い渡された人の多くはですね、後悔をされるんですね。こんなことになると分かっていたら、 もっとああしておけばよかった。もっとこうしておけばよかった。もっと家族と過ごす時間を大切にしておけばよかった。もっとパートナーに優しくしておけばよかった。子供を叱ってばっかりいるんじゃなくて、もっと子供のいいところを見つけては、それを話題にしてやればよかった。まあそんなふうに嫁わずかって言われた人の多くは後悔をするそうです。だけど死の直前になって後悔しても、 時間は巻き戻せないですよね。人生ってやり直せないですよね。だから今後悔しておくといいんです。今自分が余命宣告されたとリアルに想像して、本気で後悔をしておけばですね、今からの人生はやり直せますから。ですから今、あと3日間と余命宣告されたことをリアルに想像してみてください。僕、このワークはもう何回もやってます。その上で3日間何をしたいかを紙に書き出してみてください。これが、えー、姿死生観を さらに定めるワークです。それでは最後ですね。今日は最後、詩を紹介したいと思います。聞いたことある方結構いらっしゃるかもしれません。最後だと分かっていたならという詩です。これ本になっています。サンクチュアリ出版から出てますね、えー。作者はノーマ・コーネット・マレックという人です。 日本では佐川睦美さんという人が翻訳されてサンクチュアリ出版から出ています。ノーマ・コネット・マレクさんというアメリカ人の女性が10歳の息子さんを亡くされた時に作った詩なんですね。この詩がですね、911の同時多発テロの時に追悼集会で朗読されて反響を読んで結構世界的に広まったわけですけれども、今日は最後にこの詩を紹介したいと思います。最後だと。 分かっていたなら、あなたが眠りにつくのを見るのが最後だと分かっていたら、私はもっとちゃんとカバーをかけて、神様にその魂を守ってくださるように。 祈っただろう。あなたがドアを出ていくのを見るのが最後だと分かっていたら、私はあなたを抱きしめてキスをして、そしてまたもう一度呼び寄せて抱きしめただろう。あなたが喜びに満ちた声を上げるのを聞くのが最後だと分かっていたら、私はその一部始終をビデオに撮って毎日繰り返してみただろう。あなたは言わなくても分かってくれたかもしれないけれど、最後だと分かっていたら一言だけでもいい。あなたを愛していると私は伝えただろう。 確かにいつも明日はやってくる。でももしそれが私の勘違いで、今日で全てが終わるのだとしたら、私は今日どんなにあなたを愛しているか伝えたい。そして私たちは忘れないようにしたい。若い人にも年老いた人にも、明日は誰にも約束されていないのだということ。愛する人を抱きしめられるのは今日が最後になるかもしれないこと。明日が来るのを待っているなら今日でもいいはず。もし明日が来ないとしたらあなたは今日を後悔するだろうから。微笑みや 抱擁やキスをするためのほんのちょっとの時間をどうして惜しんだのかと、忙しさを理由にその人の最後の願いとなってしまったことをどうしてしてあげられなかったのかと。だから今日、あなたの大切な人たちをしっかりと抱きしめよう。そしてその人を愛していること、いつまでもいつまでも大切な存在だということをそっと伝えよう。ごめんねや、許してねや、ありがとうや、気にしないでを伝える時をもと、そうすれば、もし明日が来ないとしてもあなたは今日を後悔しないであろうから。 という詩ですね。最後だと分かっていたならという詩を最後に紹介しました。えー、今日という日は二度とやってきません。 そして今という時間も二度とありません。あなたの人生において本当に大切なこと、それをやるときは今しかないんだと思います。今日も一期一会の出会いをしてくださって本当にありがとうございます。今日のお話お役に立ったでしょうかね。よかったら今日お教えしたワークやってみてください。そしてぜひ今日あなたにとって大切な人に対して何か伝えたい、したいってことがあったらですね、ぜひやってみてください。今日はこのあたりで終わりたいと思います。ありがとうございました。